しょ。あ、違う。お、なあ、うん、リオル。お、はい。は、あ、カズマくん、何？どこ？もういきなりどこって聞く。今度の日曜日だね。はいはい。なんか予定とかって入っちまったりしてるか。いや、そう言われたらあってもあるって言えないでしょ。ないよ。じゃあその、はい、ゲーセンかよ。ゲーセン行こうぜ。お前違う違うって、ここでセーブしてロードしなきゃいけなかったところか、これ。まあランダムなんだな。いや、いいよいいけど。本当か。じゃあそれで決まりな。そんな声裏返るようなとこじゃないだろ、ゲーセンって。はい、 おう日曜日な、忘れんなよ。てか結構トラウマな場所なんじゃないの、君にとって。あそこは、そこ塗り替える感じ、リベンジする感じ。ああ、水木様、カバーサバか。私たちずっともだよ、さん、ずっともだよ。気がついてしまったから。このセリフいいな。水木には四季様の心を捕まえることはできない。これとあれだね、四季様からの卒業な。うん、四季様のエトワールは、エトワール、はい。でもね、もしかすると、いや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 、頑張って。私はもう四季様、あなたは水木の友達ナンバーワン。私は四季様から卒業するから、水木さん頑張って。水木様、いい、はい、よろしくね。それだけ。お、じゃあね、ボンチャンス。ボンチャンス、お友達になれたんだよね。いや、あれ、私はもうずっとお友達のつもりだったけどな。よし、あ、ここは何もないのか。ここはない。おい、メイ。あ、そうか、たまみな。たまみな。で、ボンシャンスな。あなたは今日から水木のお友達のナンバーワン復帰です。よかったわね。あ、前回読まなかったな、これ。あ、いいな、ナンバー。やっぱりナンバーワンなんだな。うん。てか、ナンバーツーいるのか。大丈夫か。よし。じゃ、この日曜は別にやることないよね。無理してデート誘う必要もないもんな、ゲーセンだし、うん、あ、まあ一応ここに、あ、で、いや、もう結局誘える数は変わんないな。じゃ、ここはスーパー自由だな。スーパー自由だ。ほらー、なんか有り余る金を使うんだ。有り余る金を使うぞ。うおー、春着だ、春着を買うんだ。あ、でもパリ代取っとかないとダメか。いや、もうパリ行かないもんな、今回。え、何これ、初めて見る。買うぞー、長袖のワンピースも買うぞー。なんだこれは、買うぞー。マキスカード持ってなかったっけ。買うぞー。うわー、今度のデートに着てくんだ。なんかいいスポーティーを買うんだ。なんだこれは、買い占めろ。買い占めた、全部買い占められたぜ。やってやったぜ。ありがとう。いい買い物したかな。あ、何もイベントない。あ、よかった、バレンタインデーな。バレンタイン、あ、今ストレスいくつだった。私、いらっしゃいませ。一応倒れた方がいいかな。あ、違う、前回チョコまでは変えたんだよ。そ、チョコまでは変えて、ありがとうございました。これで家に帰る途中で倒れたんだよ。あ、大丈夫、生きてる。よかった、生きてた。私生きてるよ。さあ、なんか新スポーティーある。これとこれ持ってたから、この辺な。色違いなだけ。あ、これトレーナー。これでいくか。で、ドクロの指輪で行こう。バレンタインだしな。お、あったかそうだな。いや、あ、来ねえかと思ったぜ。声が震えてんぞ。はい。いいと思うぜ。いいと思うぜ。はい。たまには違うこと言え。よ、何すんだ。何すんだってお前が誘ったんだろうが。おとげ？いやー、どうだろうな。普通、なんだこれ。メダル系。ビデオゲー？格ゲー？よし、あ、対戦しようぜ。あ、よかった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 よし、
何から遊ぶんだ。多分音ゲーはリズム感的な問題が出てくると思うんだよな、ね、もう対戦格ゲーだろこんなの。おお、いいぜ。あ、できんだ。最初に言っとくけど、お、俺結構強いぜ。あ、まあそうだよね、ゲーセン誘ってきたのそっちだもんな。できる口か、いいぞ、いい感じだよね。あ、かもなく不可もないデートで終わっちゃった。来てくれてよ。これがな、本来は君のお家だったのにな。おかしいな。バカ野郎。ああ、なことねえよ。お、ただ楽しかったからよ。まあ楽しかったろうな。ちょっと興奮してるだけだ。よかったな。なあ、はいはいはい、大丈夫大丈夫、行こう行こう。はい、さあ何について語ろうか。カズマくんってさ、学校についてどんな子だった？なんだそれ。小学生の頃についてか。俺か、この3年間そうだな、明るいうちに家に帰ったことはなかったな。ああ、まあずっと部活やってたのな。夜遊び、バカ。小学校の時からバスケに夢中で、小学の時から毎日練習ばっかしてたんだ。はあ、すごいな。そうか、教室でもいつもボール回してたぜ。それは怒られるやつ。よく先生が取り上げようとしたけどよ、ああ、これからボール奪えるやつは誰もいなかったな。違う違う、なんか競うとこ違う、ちょっと違うよ。なるほどね、もう完全に授業潰してんなこの子。わざわざ送ってくれてありがとう。よし、うん、ああー、バレンタインびっくりした。それ薄暗い部屋やめてくれ、怖いから。なんで3年目はつくしどんどんおかしくなってくるの。ほぼほぼ逆だったぞ。なんでだんだんダメになっていくんだ。よし、倒れそうだな、倒れた方がいいのかな。でもなんかまたデート誘われるかもしんないんだよな。いや、倒れるか。倒れるか。倒れろ。ああ、バレンタインな。はい。ギリチョコは、じゃあ頑張ったでしょうね、森村くんに。頑張ったでしょう。森村くん、年賀状ありがとうな。あ、はい。で、高級チョコはじゃあ今回は理事長にあげよう。高級だぞ。天野さん。おや。また花壇に隠れてたのかあんた。ずいぶんニコニ。これチョコです。ずいぶん豪勢だね。おお。ありがとう。お返しもちゃんとしなくてはいけないな。そりゃそうですよ。頼むよ。で、やっと前回は渡せなかった手作りチョコ頼むぞ、鈴鹿。おう。おう、リオナ。うん。なに俺に何か用か。いや、なんか用あったと思ったけど忘れちゃった。ごめんね。じゃあね。とはいかん。からかおうぜ、そこは。ちょっとからかおうぜ。あ、なあ。これって。キャッキャウフしようぜ、そこ。お前の。うん、手作りなんだけど、どうかな。お前も一応女みてえじゃねえか。それ何度も言うな、お前。そろそろやめろ、それ。それどういう意味？そんなこと言うならチョコ返して。バカ野郎。一度もらったもんは返せねえルールがあるんだよ。どこのルール？何それ。とにかく、お、最後まで責任持って俺が来るよ。責任持って、はい。ありがとな。いや、今までは誰かにあげてたんか、お前。照れちゃってたみたい。なんかすごく嬉しいな。よし、あとは倒れるだけか。間に合うかな。倒れんの間に合うかな、これ。おっ、あと3。日比谷くんだ。日比谷くん、おい、おい、日比谷、おい、日比谷いける。日比谷ってあだを変えるだけ変えて一人で帰る。何でもできんだ。おわっ、おっ、ストレスがマッハだ。どうする。もうデート、今デートしたら倒れるもんな。うん、ここは
運動だ。ここでデート誘わなかったせいで失敗とかしないよな。もう大丈夫だろ、さすがにバレンタインクリアしたしデートも行ったから大丈夫だろ。さあ100超えたぞ、100超えたぞ。あ、受験の日受験の日に倒れることはできないのか。三流流れ、三流れと見せかけてほぼさんになるぞ。私はもうここまで来たらほぼさん確定だろうな。お、100超えるんだ。100で倒れるわけじゃないんだ。病気になってしまった、このタイミングこのタイミングよし、じゃあここで一回セーブしとこうかな。こんなところでよし、元水木様だったらここにしよう。よし、来ない来ない来ない倒れたまま卒業式え、これ大丈夫、私卒業式出れんのこれ、いける。 はい、胸に羽ばたけ絶望、しかし、はい、さあ羽ばたけ、羽ばたけ、羽ばたく、今度こそ羽ばたく。私お別れか、3年間、本当にいろいろなことがあったな。本当だな、やっぱりちょっと寂しいな。さあここの労働時間が大事だぞ。どうだ、あ、あんまり労働なかった。あれ、それかこの教会やばい、今労働そんななかった。入学式の時は扉に鍵がかかってたっけ。入ってたあれあれれ、おかしいぞ、開いてるみたい。わあ、よかった、開いてた、3度目の正直だ。中こんな風になってたんだ。あ、いないじゃん。でも不思議だな、初めてのはずなのに。懐かしい、え、その辺に隠れてんのあいつ。え、絵本、夢じゃなかったんだ。え、何が、うん、あ、そっちから来るのか。なるほどな、これでゴロちゃんだったら大爆笑するけど、まあさすがにな。カズマくん、あ、もうここボタンで進めない文字を。そのお、ここにお前が入っていくのが見えたから。ずっと追ってたんでしょ。そうなんだ、前世でもそうしてほしかったな。3年間いろいろあったよね。ああ、いろいろあったな。おう、もう緊張が伝わってくんな声から。俺さ、うん、俺さ、おう、お前と出会った頃、おう、自分のことしか考えてなくて。いいな、ちょっとそこで横見んの他のやつなんてどうでもいい。他のやつ、タマのこと言ってますかね。それは違うって、そんなことばっかり考えてたんだ。おう、けどお前に出会ってから、おう、そりゃなんか違うだろう、そりゃなんか違うだろう、思うようになった。なるほど、私と出会ってから。最初の頃ひどかったけどな君なぜかそのほら相当ひどいこと言われてたよね。一人じゃできねえだろ。ああ、まあな、まあな、チームプレーな。何にも見ねえで、ああ、ただボール追い続けて、散々デート断られてたよな。一人でプレーしてたんだよな。ああ、だからずっと先に進めなくて。なるほどな、行き詰まってたんだと。壁に当たったのか、その壁を壊したのが私だと。ありがとな。おう、まずは俺、そういうことを気づかせてくれて、まずはありがとう。いいね、感謝してるんだ俺。告白よりまず先に感謝か。そんでその、はい、なんつうか、はい、お前にさ、なるほど、きちっと言っときたくて。まあな、俺こういうのって、もうここまで来たらほぼほぼ付き合ってるみたいなもんだもんな。正直中途半端ってすっげえ嫌いなんだ。はいはいはい、だからだろうな俺、その、おう、いけいえいえ、え、俺のこと応援してくれ。何言ってんのお前。あ
何言ってんのお前はっきりすんだろそうじゃなくて。ああ、よかったよかったよかった。そのお前のことを結構気に入ってるっていうかなんか足りない、なんか足りない。ずっと俺のそばにいろ。ああ、アメリカまでついてこい。え、そっち、パリは諦めたんですけど、私ずっとそばで見ててほしいんだ。あ、おあれでも肝心のこと言ってなくない？好きだ。あ、言った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 。お前のことが好きだなんか急に勇者王になったな。え、なんでここで選択肢あんの？ついていけないいや、いや、まあリアル的に考えると急にアメリカって言われたらちょっと難しいよな、正直な話。私ほぼさん決まってんだけどみたいななるよないや、まあまあよかった、ギリギリで保存しといて後で見よう後でごめんねの方見よう。私もカズマくんが好きです。はい、私ずっとそばにいるよ。カズマくんと一緒ならアメリカでもパリでも行くよ。ああ本当か、やりきった感。うん、キャハー、やったぜ、キャハー、俺絶対幸せにしてやる。お前のこと幸せにしてる。早い早い早い、俺たちは最強のチームだ。最強だ。いいな、字幕はクーだったのに声がヒャーハーだったの、いいなアドリブかな。こうして教会の男の子が約束してくれた通り、王子様は本当に私を迎えに来てくれました。この教会に、小さい頃から時々夢に見たこの教会に、もしかするとこれからこの教会を訪れる人たちにとって私たちが物語の王子様とお姫様になるのかもしれません。で、私の進路はどうなったあれ、私の進路は、カズマくんと私はアメリカ留学を目指して今英語の猛特訓中で。そっか、その壁があったか。まずはカズマくんは時々俺には英語は無理だなんて投げ出しそうになるけど、でも私が卒業式の約束のことを言うと真っ赤になってすぐ勉強を始めます。頑張れ頑張れ。これからも私たちは同じ時間を過ごして一緒に大人になっていきます。そしていつか2人が将来を誓い合う日が来たら、もう一度この教会を訪れてみようと思います。二人が巡り合ったこの場所に。はあ、終わった、やったひゃはで、多分これ歌が流れるからカットかな歌流れるとあの動画にできないんでね。はいはい、というわけでご視聴ありがとうございました。合計で3年と4ヶ月かな違う、6年間、高校6年間と4ヶ月だな。うん、やってきましたが、いやー、まさかね、うん、まあ1周目でバッドエンドっていうのは、まあ散々コルダでやってきたんでな慣れてたんですけども、まさか2周目でもね、うん、ちょっと狙、まあ、水木様来てくれたんだけど、まあ、狙ったエンド出せなかったっていうのは初めてでしたね。うん、思ったより難易度高かったっていうか、まああれなんですよね、最初の目的はこの四季様とね、カズマくんとで、こうどっちが最後に来るか最後まで分かんないようにしたかったっていうのが本当はそこが目的だったんですけども、そう、選んだ2人のパラメーターの相性がちょっと悪すぎたのかな。で、カズマくんを上げれば四季様が下がって、四季様のパラメーター上げるとカズマくんのパラメーターが下がるみたいな、ちょっとシーソーゲームしちゃったのが今回の範囲かな。だから2人やるんだったら2人とも少なくとも勉強は一緒とか運動は一緒とかだったらね、そのぐらいはできたのかもしれない。2人が最後どっち来るかみたいなのができたかもしれないけどね。まあ途中で理事長がちょっと参戦してきたのはちょっとありがたい誤算だったけどね、話的、ゲーム的に盛り上げてくれましたね、理事長は。うん、よかった。で、こいつ何だったんだろうな。なんか、やっぱり、うん、文化祭とか、
クリスマスとかやっぱりあるらしいんですよね、他の、人たちも。何だったんだろう。なんで来たお前、全然追ってなかったのにな。あ、で理事長もこんなにあるんですね。そう、アルバムもな、全部埋めるのは大変だろうな。ちゃんとこう夏服と冬服で集めなきゃいけないところもあるだろうし、これは1個見れば両方出てくるのかな。あと これな、水木様のね、あの合宿美術部に入ってなんか難しいらしいんですよね、これちょっと見たんですけど、喧嘩してる時に美術部の合宿に行くとか、なんかなかなかちょっと知らないと見れないようなイベントでしたね。この追ってない子たちは見れてんのにね、一番見たかった子が見れてないってどういうことだよって、ね。まあ、部活入っちゃうとな、なかなかずっと部活になっちゃうのがまた難しいところですよね。あとバイトとかね、だからその辺もちょっとタイミング考えないといけないんだよね。だ本当に計画を立ててスタートからやんないと本当難しいゲームだったのかもしれない、きっちり攻略するにはね。だ最初の部屋決めからだってこのゲーム決まってるらしいからね。私今回選んだ部屋のおかげで最初の友達が水木様だったらしいから、なかなか奥深いよな。まあやっぱ3年間きっちりやれるっていうのは本当このゲームの魅力ですよね。もう一度ちょっと人生をやり直したい人に。いや、そんなにね、悪い思い出ばっかりだったわけじゃないんですけど、私も高校時代は。ただ3年間ね、本当に部活しかやってなかったんで、私も。この鈴鹿くんじゃないけどね。ほぼほぼ部活の鬼で、休み時間とかもほぼほぼ部活にいたんで、部活に住んでるとかも言われたレベルの部活人だったんで、私も。ちょっと鈴鹿くんの気持ちはわかるかもしれない。はい。まあ何はとあれ、最後は無事にね、ちょっとしたアクシデントはあったけれども、ちょっとおうちデートも見てみたかったけれども、まあ仕方ないんですよ。まあこれもいいおうち見れたからね。あのバレンタインで倒れて何もかも、ダメになっちゃう。あれはひどかったけども、まあ動画的には美味しかったのかなと思います。はい、では、高校6年間と4ヶ月本当にありがとうございました。次はまだちょっと決まってないですけども、ソフトはいっぱい買ってあるんで、いくつかね、はい、また考えてやりたいと思いますので、どうぞ次のゲームもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ、メルシー。あ、メルシーってありがとうでよかったよな。